ございます。2分ぐらいしか寝てないかったと思うんですけど、2分ぐらいでも愛知から電話かかってきて起こされました。すごくいい仮眠になりましたね。ケミストリーになってるケミストリーさんとどうやってかけるんだっけ。俺してきた。いや結束力がすごいのよ。今配信しとるとかね、愛知。うたた寝してました。昨日がね、ちょっと寝るのが。遅かったね。昨日さ、2期生のニコ生イベントがあってさ、めっちゃいっぱいお話ししたけんさ、でも成人したのでね、夜遅くても大丈夫だったんだけど、チェキとかね書いて帰ったので結構夜遅くなって、でこのお家に帰ってきて寝ました。見てたよ、だってありがとう。話し会はね、疲れるっていうかでも楽しいですね。お話しするの好きだから。うわー、めっちゃ心地よく寝てたな。MC 回してたねって。そう、リコちゃんがねメイン MC だったので、ちょいちょいね、ちょっとサポートって言ったらあれだけど、お隣で。ショートスリーパーぶたた寝してた。普通にオリックス、西武ライオンズか、ライオンズとソフトバンク1対1。いい、早く寝たいよ。おやすみなさい、まるみさん。こんばんは。これかわいいよね、背景の。今何時なんだろう、あの時間がね全く分からなくて。引き分けでも優勝決まるんだって。あら、激アツ展開じゃないですか。9回表、はい、時から配信しとったっけこれ。愛知が公演ネタゲットできたって。愛知いいなって思うのがさ、この前一緒にお化け屋敷に行ったの、愛知と。その時もさ、もしかしたらいいネタができるかもみたいな言ってたよ。そういう考え方はね、素敵だなと思いました。
15分くらいですねって。マイクも上足すネタは事前に仕込んでたの仕込みってなんだ。でもね、台本はね、リコちゃんが持っててって感じだったんで、思ったことをちょいちょい言ったりとか、あと何こととかをとか当時のこと喋ってましたね。そう、でも私は結構ね、誰とでもね、仲良くできる方だと思います。お互いにね、なんだろう、ペイってせんかった。あ、かわいい。何この振ってくるシナモン、かわいい。大好きです、ありがとう。デイビッド、なんかちょっといい感じに、いい感じに、なんだろう、仮眠が取れてました。うん、ゆかちゃん昔のことすごく覚えてるよね。そうなのかな、記憶力いいってことはないんですけど、昨日の映画懐かしくてめちゃくちゃ良かった、泣いた。ねえ、映像すごかったよね。マネージャーさんが3日間ぐらいずっとくれたみたいです。いつもワンちゃんもね、ここでね、寝通しちゃったね。ワンちゃんってちょうどいいんよね、このちょうどいいソファ。ねえ、なんかさ、見たい映像が全部あったよね。この後もね、いっぱい寝るんで、きっと明日。明日絶好調です。あ、そう、明日さ、生誕 T シャツをさ、着ようと思ってて、そう、だから皆さん、セタンティー持ってる方はとかね、取れたよーっていう方はぜひ一緒に行きましょう。よろしくお願いいたします。ラーメンの T シャツ、私ラーメンさ、昨日も食べたぐらいめっちゃ好きやって、博多、福岡っぽい、福岡っぽい T シャツ作りたくて、まずで福岡っぽい、だからラーメンを T シャツにしたくて、でかつそのギターをね、ミラーボールが回っております。そう、ギターとかけて、なんか T シャツ作らないかなって思ってて、
あ、ま、すごく回ってる。サイクリーのフレクワーク使えるやから、どうなんでしょうか。リングライトメガネ見て、寝てもいいよ、ね、寝たらまた愛知から電話かかってくる。セーラン T シャツ、タオル、両方可愛いですね、ありがとう。あ、ポムポム可愛い、このサンリオのグッズ、サンリオギフト。ダンジョンもさ、リボンになってて。最近のなんか皆さんのおすすめの曲とかないですか？これが本当にいい曲だよみたいなの教えてほしい。私は最近マハラージャンさんにハマってて、マハラージャンさんのセーラームーン太郎っていう曲があるんだけど、改めて聞くとめっちゃ良くて、ベースでね、浜岡本さんとかが入っとるから、もうの音がね、すごい聞こえてきますし、寝落ちそうな時が一番気持ちいい。そう、わかる。このぐらいの時がね、一番心地よい、そんな気がします。たまにはね、こういう緩めのね、配信もいいですよ。あ、タキシードサムもあるんだ。ヒャダ体育は録画してる？ワンルームミュージックじゃなくて、こんなふうな素だった曲に見れるのか。そうだね、こんなラフに配信しとる。そうなの、配信切ってもね、私ネットフリックスで見ててさ、てかもう優勝決まるんじゃない？フォックス、ちょっと次は私ね、寝てたいですね、ずっと。
だってさ、ね、眠ってたの2分ぐらいしか経ってなかったよ、早急に。すげえ眠そう。そうなの、今日はありがとう。あ、りょうさんありがとう、嬉しい。スイッチが、早め寝た方がいい。そう、今日いっぱい寝れそうなんだよね。名前は一応あった方がいい。名札か。名札はさ、何、名札はあったらいいですね。バイト中だけど来ちゃいました。何のバイトしとっちゃろ。おはようございますさんが本を持ちました。今日はいい日でしたね、昨日からかけて。2期生がだって14人ぐらい集まったってことは、ほぼほぼ全員で集まったってことなんですよ。それめっちゃすごくない？パーティーとかできたり、草原の奇跡もさ、みんなで歌いましたし、明日は生誕って行きます。なんかさ、明日は空き時間あるんかな。なんか2時間ぐらい空き時間あったらさ、そのうちのちょこっと配信にできたりしてきそうな会場でね。じゃあ私はこの後ホークスの実況を見ながら、ホークス優勝したらツイートしたりして、早めに寝たいと思います。じゃあそろそろランキングを読もうと思います。かわいい、このさ、サンリオのさギフトめっちゃかわいい、ありがとうございます。じゃあ読みます。13位加藤ちゃん、12位内鉄、11位キノコツインテール、10位ヒロッチ、9位ニンニンニン、8位ヤマポ、7位中津の唐揚げ貞治、6位サンガ、5位ノブ、4位 MC キーズアットマークゆかちゃん韓国ファン、ベスト3が3位がワカ、あ、ネル、支店長ありがとうございます。ホークスは延長10回が終わったとこ、すごいね。今日ちょっと小声めでね配信してみました。
さん寝てね、たくさん寝るね、ありがとうございます。おやすみなさい。配信ありがとうございました。またね、ありがとうございました。また明日、バイバーイ。